どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょうかね。実況パワフルプロ野球99、タイムスリップして写真になる全日本選手権第2回戦タンポポ製作所との試合ですね。頑張りましょう。ちなみに私のチームかなり強くなっているはず。プレイボール。よっしゃ、2点リード。ただなんかできれば裏がいいんだよな。まあまあいいや、最高。えい、どうだ。よし、いいね。強打者強打者。一応だから4点ぐらいリードあって、そしたらあとはもうなんか流していく感じでいきましょうかね、普通に。うん、まあ点取れるに越したことはないんで。それこそやっぱりいくらねリードがあったっていいもんですよ。牽制あんましなくていいんだけどな、走る気ないから。どうだ。あー、くそ。お、弾道最高じゃん。あと入ってくれりゃなっていう感じで。どうだ。オッケー、ちょうどコース。ミートでこの当たりだもんな。相当強いですよ我がチームは。いけ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 。スリーベース、いただきました。3対0。走者一掃って言わないもんな、だって一人だもん、帰ってきたの。さあ、ま、お、三塁、ま、ホームスチールするとでも思ってんの。面白いけどね、それはそれで。うぃー、これバックホームかな。いや、普通にそうか。まあまあいいや、4対0。これでまあ最悪十分なんだよね。多分タンポポ製作所ぐらいだったらそれで余裕なんじゃないかな。現にそれより強いと思われる、どっちが強いんだろう、タンポポ製作所と一番星自動車。うん、なんかパッと見タンポポ製作所の方が弱いイメージあるんですけどね。ただ2回戦で出てるって時点ちょっと強いのかもしんない、もしかしたら。はい、まずはこれで、はい、7回の表4対0終わりまして、さあトリプル R また投げてんのか。さあ6回から1、2、3、4、5と、山崎に任せてで、6、7、8、9という感じでトリプル R が投げてんだろうな。でいざという時はもう一人ピッチャーがいるんでそっちに任せたっていったところでしょうね。いいじゃない。ほい、な、万が一にも炎上するのも嫌だから。おっと、これは、あー無理か、さすがに取れないわ。でもなんかシュールだね。なんかこうパーフェスとかでもう慣れちゃったから、あのタンポポ製作所と島田、なんか島田課長、部長か、部長がやってんのはなんか矛盾っていうわけじゃないけど違和感があるよやっぱり。そんな感じ。オッケー。いや最初なんか1999やってる時は何の違和感もなかったのにね、変わりましたね。4点あるんだったらこれあれか、もう全部強振でいっちゃおうか。うん、もう全球ホームラン狙い、まあ三振でも最悪いいよぐらいの気持ちで。あ、セーフティーバント練習しよう。いいとこ、フェアか。はあ、キャッチャーが取ってきちゃうんだもんな。今超いいフェアしたけど、超いいバントしちゃったけどね。4点あるんだったらいいでしょ。どうだ、いいバント。うーん、が無理。くそー。あ、プッシュバントの方が意外といい感じで転がるんじゃねえかな、なんかそんな気がしてきた。だバントシフト敷かれたらどうしようね。おう。今これで、うん、うおら、あー、スリーバント失敗。くそ、ちょっと際どいとこ攻めすぎたね。まあテンポよくやりたかったんで、正直なところ4点ありゃ勝てるものだって、多分投手だったら。おっと、無理か。ちょっとまさかの被安打、これは想定外。まあでもゲッツーぐらいだったら多分僕ね、うまくやれ、取れると思うんで大丈夫だと思うんだけどな。まさか失点しないよね、そんな。ちょっと怖いな。でもうい、よいしょ。あー、ちょっとちょちょ、やばい、よいしょ、オールセーフ。焦っちゃった、焦っちゃった、取れると思ったから。あー、まずい、これ痛いぞ。嫌な予感がしてきた。ちょっとさすがにタイマンプレーで野球の神様が怒ったか。どうしよう、横の変化球がないって、ね、今ちょっと後悔してる。カーブボール、まあ三振は取るけどね。綺麗に行こう、確実にワンアウト。で今度こそゲッツー、あ、ダメ、ダブルアブル疲れ、ダブルトリプルアール疲れてるわ。オッケー。さあ低めストレート、よっしゃ三振。これでピッチャー交代しちゃおうか、じゃあ。いや、ここまで行く。うん。ここはもう自分のケツ自分で拭くよ、このピンチは。で、次の回からピッチャー変えて。うい。
やばい、ちょっと待って、やばい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 、まずい、返す。ツアートランナー前、これ無理だ、疲れてるからピッチャー交代。自分のケツは自分で拭くといつ投手交代。もう矛盾だよ、その時点で。どう、桑島どれぐらい強い。いいね、コントロール B。ただ変化球がちょっと思いのほか伸びなかった。あんま変わってないんじゃないか。三方向っていうのはそりゃ嬉しいけども。球速を伸ばした方が良かったかもしんない。フォーク。よっしゃ。高めから落ちるフォーク。そして、カーブ。基本は同じ。あっしゃ、打ち上げた。はい、キャッチャー。よし。自責点ゼロで終わったぜ、この回。危ねえ。さあ、そして、かかってこいや。島田さんの打席、4番島田。えい！よい、抜けちゃう。まあまあ、シングルヒット。センター前にね、コロコロと転がって。これ、足大事だな、こうやって考えると。うい！よっしゃ、オッケー！連打連打。しかも抜けた。抜けるんだ、あれ。これ、帰ってこれんじゃない？奇跡的に。あ、さすがにこれ、暴挙か。帰れたし。帰れたし、よかった。5点目。もう、いいよ、無理しなくて。俺、やっちゃうから、これ。さあ、来い。うい！あ、クソ！さすがにクソボールだった、今のは。つい振っちゃったよ。うぃー、いただきました。これまたツーベースじゃない？うぃー、いただき。6点目。さすがにもうちょっとタイマンプレイしたらやらかすんでね。と見せかけて、はい、あ、いいバント。あ、ファールボール、くそ。キャッチャーがいい反応しやがったぜ。しかしバントシフトが敷かれてる今。何やってんだ俺。あんなボールに手出す必要ないのに。何をもったいないことをしてるんだっていう感じだよね。さあ来い。えい、どうだ。なあ、いい。あ、これはもうしょうがない。くそ、今走るべきではなかったが。まあいいや。結構点差あるから冒険はしてもいいかも。さあ行け。戻れ戻れランナー。あぶね。ツーアウトランナー一塁。さあそして反町、1年後輩。一球ボール。俺最初ハンマチとか読んでた気がする。えい、どうだ。うわー、くそ。これファースト間に合うか。これアウト。ダメダメか、間に合わなかった。さあそして裏、最後の攻撃。桑島なんとか、なんとか抑えて。まあ6点差あるんだったら大丈夫でしょ、言うて。正直なところよ、いけんじゃないの。うい。個人的にはやっぱり1番手のね、山崎にもうちょっと投げてほしいなっていうのが本心なんだけど、まあ結果的にこれはこれでいい感じの、なんでしょう、系統なのかな。ほい。1番手、2番手、3番、やべー！これちょっとなんかこれ、後逸するふりをしてセカンド投げても面白かったかも。どうせ点差はあるんだ、それぐらいの勝負をしてもいいかも。いわゆるトリックプレイ。ほい。よしよしよし、さあスライダー。オッケー、いいね。横の変化球は意外と三振取れるんですもんね。ストレート、せい。128キロ、そんなスピードはないぜ。130キロ、はい。そしてフォーク、トウ。はい、いただきました。今回もしっかり料理しましたよ。ゲームセット、6対0。よし、4度目決勝、ついに。もう決勝の常連になってんだけどね、ここまでなんかあの試合勝ってんだったらさ。あとは怒りコンツェルンですよ、ライバル。うん。ここが勝負。そんな、俺たちは野球のために働いてきたのに。完全に、もう完勝ですね、6例は。はい。2イニング自責点なし。ランナー弱いなった、やった、イエーイ。どうしよう。的当てで、はい。的当てができるようになった。やったぜ。どうしよう。でも、とりあえず、チューブで筋力貯めて、さあ、日本選手権予選決勝見ていきましょう。やっぱり現れてくるんでしょう。怒りコンツェルン。だ、本当にだから本当、リード2点じゃ足りない。気持ちとしては。やっぱりもっと欲しいね。投手。いやー、これダブル R、どうしよう。トリプル R で行った方がいいか、それとも、いや、トリプル R で行こう。もうここはちょっと出し惜しみしない。で、島田、これ絶対出すべきだよ。江藤じゃん。はい。で、DH、酒井。しかも島田もっと上位打線で。3番ぐらいでいいんじゃない？
で3番で4番島田、5番有田、あ、なんでセカンドパーソン持ってんだこれ、矛盾してるな。ちょっと待ってね、そこあれで、え、あ、違う、間違ってなかったわ、違う、有田なんでセカンドなんだって。これでそしてファーストが、今までなんか俺変なことしてたな、そう考えたら。でこれこう、待ってくださいね、今気づいたわ、なんか俺変だこれ。有田さんセカンドやって、そしたら DH で、これ DH で西村か、いや小林でもいいな、小林か西村、普通にこれ西村セカンドとしてダメだ、あ、そしたら西村 DH でいいや、全員普通かい。で反町、酒井ファースト、これそっか、俺てっきり俺有田さんがファーストだと解釈してやってたわ、勝手に自分で解釈して、それが良くなかったな。これセンター一番足の速い矢部くんのがいいな、うん、そんな感じかな。あ、そっかそっか、だからちょっとなんかエラーとかあったのかもしんない、もしかしたら。そういう、オッケー、よし、じゃあこれでいいでしょう。さあというわけで、じゃあ一体決勝はどんな成績になるのか見ていきましょう。次回お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。